回はミートやアートが3月に開催するエキシビジョン型アートフェアリファクトリーからアーティスティックディレクターの大山エンリコ勇さんとミートやアートの総合プロデューサー加藤慎介さんにお越しいただきました。ユーザーから見た時にこうアートだけをこうアートで切り取って楽しむ人ってあんまりいないと思っていて、やっぱ日常の中ではアートだったりとか音楽だったりとかファッションとか、まあ、アニメとかいろんなコンテンツって横断的にこうお客さんを楽しんでいるわけですし、多分ここはなんか言わずもがなだと思うんですけど、音楽とアートって歴史を紐解いていくとめちゃくちゃ隣接していて、なんか いろんな文化的な現象を起こしてきたのがアートと思うんですと思いますし、あとやっぱりエビツ音楽の会社なので、このタイミングでアートと音楽のコラボレーションで見せていくアートフェアっていうのを、今までアートに触れたことがない人にもアートしてもらうっていう場所とリファクトリー、まあ、元にニューヨークにあったスタジオの名前がファクトリーなんですね、うん、で今回に関してやっぱりいろんなカルチャーだったりとかいろんな人っていうのがここで混ざり合って、新しいコラボレーションだったりとかいろんなアウトプットっていうのが出てくることっていうのも片側では期待しながら、まあ、そういう場になればいいなっていう思いを込めてリファクトリーっていうタイトルに、うんはい、しました。